ちゃんと来てくれたんだね。突然1時間遅れるって言っちゃって本当にごめん。1時間とか本当最低だよね。私もわかってるんだけど、だけどやっぱなんかいろいろ支度とかあって、髪飾りとか全然できんくて、浴衣も全然着れんくて、だから1時間遅れるってなっちゃって、あーもうすごい言い訳ばっか、本当にごめん。だけどさ、そんな私に付き合ってくれるあなたがずっと好き。しかも台本と全然違うこと言ってるから私 全然違うこと言ってる。はい、ということで今回のオープニングキャラクターはなんだと思った？ 新しいじゃん。なんだと思った？はい、実は放送時間を間違えないリスナーに優しい斉藤朱夏でした。送ってくれたのは朱夏里ネーム番組スタッフさんです。え、うちのスタッフからこれ何それ、え、うちのスタッフからなの？何そんな新しいことしてんのよ何番組スタッフからですってあ、リクエストありがとうございます。お知らせも兼ねて、あ、そうですね、本日7月からですね、叱りごとの放送時間が1時間遅れまして24時から放送となりました。いや遅いですよね、寝ちゃうよ私大丈夫、私この時間もまだ起きてるから、基本寝る時間はこう1時2時とかの人だからね、全然大丈夫ですけど、まあオープニングキャラクターで演じてほしいものはハッシュタグシュカリゴと斉藤アンダーバーシュカアットアベマドット TV で募集しております。はい、ということで本日はですね、まあ衣装も見てなんかこんな飾りとかもなんか増えまして、皆さんお分かりだと思いますが、ということで本日はシュカリゴと七夕スペシャルでございます。いや拍手してよ、そんななんかいいよ、しようよ、しないんかい、ね、もうすぐで七夕ということで、今回は番組30分は変わりはないですけど変わんない、1時間スペシャルとかではないんだね、30分は30分なんですけど、まあ七夕が近いということで七夕スペシャルをやろうかななんて思います。なので今日は浴衣を着ております。もう立たないでしょ今日もね、あ、ここね、なんかね、狭いんですよ、いつもより、ここの幅がね、あ、こっちですごい見えるよ、こんな感じです、見える見える、あ、くるくる回れと、こんな感じですね、はい、こんな感じです。なんか帯がね、2個あって、黄色だっけ、黄色と黄色とね、このね、この違う、すごい、こっちから抜かないでほしい、すごいんだよ、まあそうそう、このね、こんなやつがあったんだけど、今回はちょっと大人っぽくいこうかっていう話になりまして、こんな感じになりました。なんだってなんだって、七夕の思い出、あ、見て見て、私赤線引いてんのないから勝手に七夕の思い出ないなとか打ち合わせの時とかもね、全然話してなかったからいけるかなと思って、え、作ろうって、何作ろうって、今作んの、今だって七夕じゃないし収録も全然だし、七夕の時期じゃねえし梅雨の時期だし今はい、で、ですね、本日叱りこと七夕スペシャルということで、まあ、何がスペシャルかと言いますと、私が書いた短冊をですねプレゼントするというスペシャルな企画になっております。もうでなんか今書くそうですね。なんかね、いっぱい色があるんですよ、こう何種類も。赤にしようかな、私のイメージカラー赤だから、やっぱ赤が良くない？赤にするね、なんでもいいんだね。じゃあ書くよ、実際に太いのでいっか、あ、そっか、これプレゼントすんのか、綺麗に書けばよかった、でも大丈夫、今から綺麗に書く。願い事はこれです、じゃん、こっちの方が見やすいな絶対。もう一度犬と撮影がしたい、これも絶対叶いそうなことだから、叶いそうなことをやっぱ言うスタイルで、やっぱ去年トラマルと一緒に撮影をしたりとか、あと
あの雑誌で本当にあのスタイリストさんが飼ってるワンちゃんを連れてきてくれて一緒に撮影をしたとかっていうのがあったんですよ。だからやっぱり私のなんだろう現場には犬が必要だからやっぱ犬とねこう一緒にわちゃわちゃお仕事したいなと思いまして、なんか小型犬いっぱいいるとかがいいな。なんかまあ10匹とかすごい贅沢なこと言うけど、まあせめて3匹ぐらいいたりしたらいいなって思う。だからこれが叶ってほしい。はい、ということでね、あのこちら世界に一つだけしかありません。斉藤石川の短冊をこの視聴者の1名の方のみにこうプレゼントしたいと思います。で、応募方法はですね、番組へのそのある言葉をツイッター連携してコメントしてくれた方の中からこう抽選させていただきたいなと思います。ツイッターと連携しないとコメントを書いても意味がないってことですよね。連携しないとダメってことですね。で、そのある言葉がを発表したいと思います。それは織姫主歌です。私は考えてない私は考えてない。だって自分で恥ずかしくない織姫主歌とかっていうのめちゃめちゃ恥ずかしいじゃん。やだよ。まああの織姫主歌っていう言葉をこうツイッター連携してあのコメントしてくれた方こう1名にこの私の短冊をこうあげたいと思いますので、サインはこれですみません。めったにないからこのサインもレアだよ。レアなんだって。織姫っぽく言ってみて。え、これを織姫主歌を。織姫っぽくって何。織姫主歌うんじゃない、やらせといてうんじゃないよ。織姫ってそもそも何。まあ姫だよね。まあいいや。で、まあまあまあ織姫主歌をねこうあのコメントで書いてください。でプレゼント皆さんぜひぜひゲットしてください。ということで、あと今月からあのスキットが変わります。今月の22日に発売するマイガールのあの表紙がこう私が務めるということで、あの先行してですねその撮影風景をこうオフショットで7月のスキットで流れるので、もう早速見れちゃうということで、何パターンぐらい撮ったのかな。なんか結構洋服もあの3パターンか3パターン来まして、結構いろんな感じで撮ったりとかしましたね。なんか撮影も結構なんかのんびりとかまあ私がねやっぱこういう感じなタイプだからのんびりやりましたし、あと珍しくおでこを出してたりとか。それ出します、動画。あ、出すか、よかった。今ネタバレかと思っちゃった。そう、おでこね出したりとかしてますので、ここまでがオープニング。すごい長いオープニング。まあもしかしたら、まあ、主歌切りだけで終わるかもしんないし、お悩みなんか一通ぐらいいけるかもしんないしみたいな感じなんで、まあちゃんとねこう今回7月から放送時間変わりましたけど、皆様ちゃんと来てくれてありがとうございます。もう今月から24時から始まりますので、皆様よろしくお願いいたします。晴れましたよ。もちろんですよ。だって私晴れ女だもんすごい。何でしたっけ、働きマンでしたっけ。一年に一度あなたに会いに来ました、織姫主歌です。ファッションを着たいんじゃない、ファッションの未来を作りたいんだ。いざ世界国際ファッション専門職大学、見学説明毎日。はい、ということで主歌切りですはい、ということで前回出題した主歌切りのテーマはこちらでございます。ダン出ない、いつもだってここら辺出てんじゃん。ダンって出さないの、出してよ。こちらですね。こんな短冊の願い事は嫌だでございます。もう色とかもいっぱい使って、はい、早速こうね皆さんの回答を見ていきたいと思います。よし行こう。主歌切りネームニャーソローさんからいただきました、ありがとうございます。でもこんな短冊は嫌だ、を発表する鉄拳主歌は嫌だ。絵が届いてるってこと怖い怖い怖い。せーの、
すげえ。てかさ、こうすごいよね、このさ、私のさ、このさ、絵をさ、こうさ、ちょっとさ、忠実に再現するっていうのがさ、すごいよね。いやでもあれですからね、鉄拳さんやっぱ絵マジでうまいですから、まあ私がこれで登場したらちょっと30分間どういう感じになるのかちょっと気になりますけど、まあ やんないよ、やんないよやるみたいなさ、そんな感じで今来てたけど、すごいよね、みんななんか手とかすごい絵が上手。いやこれは嫌だよ。イギタナシさんからいただきました、ありがとうございます。なん、プリキュアになりたい、東京都公務員49歳。めちゃめちゃ嫌だなんかしかも、いやめちゃめちゃ嫌だな、プリキュアになりたいそう、これ面白いな、いいね、プリキュアになりたい。いや私も高校生の時にプリキュアになりたかった時期ありましたよ。ずっとこうやってやってた、こういうポーズがあるのよ、プリキュアのキャラクターでね、こうやってねポーズするキャラクターがいて、もうずっと、もう高校生の時ずっとこれ、これでこれでずっとこうやってポーズ撮った、写真全部これだったの、本当に高校生の時、マジでマジだからね、可愛かったんだよプリキュアが。プリキュアってなんか私の時代にとったらさ、お邪魔女ドレミみたいなもんじゃない、それが今の子たちはプリキュアじゃない、だからもうずっとこれこれやってたから、掛け声とか、え、掛け声まで思い出せないよ、思い出せない、そこまで。私最近やっぱなんか脳がなんかもうダメだから脳がダメだからほんとダメ、記憶がね。じゃあ次行こう。ひろやんさんからいただきました、ありがとうございます。冷やし中華始めました、バイひこぼし。おーやめてよ、ひこぼしが。そんな冷やし中華始めましたとか言ってほしくない、ひこぼしが。でもわかんないからね、1年でさやっぱ人間って変わるわけじゃない、だからひこぼしもさ、もしかしたら冷やし中華始めたと思ったらさ、今さやっぱさこのご時世ってさ、タピオカが流行ってるからさ、タピオカ始めましたとかさ言っちゃいそうじゃん、怖いわ。ひこぼしってどんな顔なんだろう。はいハトムネサッサーさんからいただきました、ありがとうございます。なん、お、世界中のタピオカが今すぐカエルの卵になりますように、気持ち悪い、すごい、タピオカの話したらタピオカのネタ出てきたよ、すごくない、だから今すごい探してたの。でもさ、タピオカのさ、このさ、つぶつぶさ、カエルの卵に見えるよね、ぶっちゃけぶっちゃけとかだからなんだろう、なんかさ、タピオカってさ、すごい流行ってるじゃん、なんであれって流行りだしたんだろうね、わかんない。なんでなんだろう。まあ、うまいんだけどね。でも私、タピオカすごい残しちゃうんだよね、なんか。タピオカのミルクティーが好きだからさ。じゃあ次行こう。え、これ何、何ウェイ。ウェイリーのウェイさんからいただきました。そんな感じ？よし、行こう。この短冊を覗いた人がみんなすね毛ボーボーになりますように。変な笑い方しちゃった。なんか私くだらないやつ本当に好きなんだなってすごい思う。私はすね毛とかなんか面白くない、単語として。何すね毛って、めっちゃ面白い。腕毛とかもさ、なんか、え、背中毛ってなんていうの、背中毛ウケるバカだな、そんなことで笑ってる、もう22歳バカだよ。やだ、私だって覗いたら、これ覗いたらすね毛ボーボーになるってことでしょ。やだよ、私もやだ、すね毛ないもん。ないよ、ないないよ、ちゃんとお手入れしてます。そんなこと言わすなそんなこと言わせないよ、なんでもありなんじゃないんだから。ケツだけ成人になりたい、びっくりした、そういうことね、しんちゃんね。はい、トイレからずっとつながってる短冊、めちゃめちゃ嫌じゃん。いや、やだ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 、めっちゃやだ、普通にやだ。なんか今考えてみたの、トイレからねずっとつながってることを、すげえやだ、汚くねやだよそんなの、やだやだ、そう、本当にこんな短冊はやだって感じ。次、スーカーあとチュカン、あ、チュカンチュさんだってシュカンチュさんからいただきました。口回んないんだな、もううんこ漏らしませんように。もうそれはさ、もう自分自身だよさ、もうさ、見せる前からずっと笑ってんのよ、うちのスタッフがね、もうさ、笑わないよでもすごいツボったらしいよ。しかもさ、なんかうっとかさ言わすなし
まあ別にいいんだけど、私って言うけど、全然そういうそういう単語全然言うけど、なピーって入る？え、さすがに入んのこれ？ダメ？うん、とかのめダメ？あ、それはじゃえ、これ初めて主限りでピーが入るってこと？うん、漏らしませんように。今ピー入ったから、おー、なんかいい気味だね。なんか楽しいわ。放送禁止用語めちゃめちゃ言った感じ。てか言う噂だし、私にこれを。女の子だぞ、なんだと思ってんだつーかはい、次デイさんからいただきました。ありがとうございます。お尻が3つに割れます。なんかさ、ちょなんかもうなんか尻系多くね、なんかさっきから。しかえ、だってさっき、待ってその前がさ、ケツだけ成人になりたいじゃんからのさ、うん丸子じゃんで、からのさ、お尻が3つに割れますよ。俺でもこれもさ、合体させよう。こんなのもうみんなで考えたさ、やつにしようよ。なんかもうあの、なんかもう斎藤秀佳大好きクラブみたいな感じのさ、ペンネームにしといてさ、みんなで考えましたっていう。もうすごいよ、もうストーリーができちゃったもん、これで。だってその前はさ、あれだよ、トイレからずっとつながってるだよ。もうすごいよ、トイレネタだよ、もうこんな。すごいね。なになに、一旦落ち着きましょうって。な落ち着きましょうじゃないよ。こんななんか順番選んでんのあなたなんだから。やてまるさん、江戸川コム、新一に戻れますように。なんかやだな、かわいそうだもん。切実じゃん、こんなん。かわいそうだよ。でもなんかさ、思うのよ、薬がさ持ってんじゃん、愛ちゃんがさ持ってるじゃない。あれってさ、まあ、一時的にさ新一にさなれるさ薬だけどさ、なんかあともうちょっと頑張ったらさ新一に戻れるんじゃないかなって私は思って。で最近結構新一出る回数多くないって思うんだけど。でもいいよね、新一とラン付き合ったからさ、普通にいいな。ずるいバーローじゃねえよバーローじゃねえバーローじゃない。ゆきさんからいただきました。ありがとうございます。あん、あー、これもう自分が言ってたとこと分かんない。アンダーバーがアンダーバーになりますように。ねえ、嫌だじゃないよ、これ私が今まで言ったのがアンダーバーだよね。私今まで言ったの、最近もう言えるようになったから、アンダーバーって覚えたのよ、もうやっと。まあ覚えるって話なんだけど、多分50回ぐらい言ってるから覚えるって話なんだけどね。アンダーバーって、うおー、これ難しい。810スクールデイズ、810なの？廃用？廃用とか？まあいいか、スクールデイズ参加いただきました。斉藤先輩の筋肉がもっとパンプアップしますように。やめてください、それは。なんかもう筋肉はもう卒業したんですよ、私は。なんか卒業とかじゃないからね、別に私筋肉キャラで行こうとかっていう、そういうのではないですから。パンプアップしますようにじゃねえよ、嫌だわ。え、すごいすごい、ケツアゴーからいただきました。え、ケツアゴーだ。なんかあのマツコさんが出てる番組でなんかあだ名の話になって、なんか顎が出てる人のやつだったから、ちょっとそれが出てきちゃった。ケッツアゴーねもうなんかお尻ネタ多いな今日はい、ひこぼしが会計の時ドヤ顔でバリバリ財布出すのをやめさせてそれめちゃめちゃ嫌だな。しかもなんか結構なんかあれでしょ、なんかハイブランド系のやつ出すんでしょ、めちゃめちゃ嫌だわ。すげえバリバリ財布出せた。しかもドヤ顔ってすごい嫌だわ、ひこぼしが。やだやだ。ディアム兄さんからいただきました。合ってるよね。あ、間違えた、ディアム兄さんだった。私カタカナマジで読めないんだよね、ほんとに。はい、ドドドン。ひこぼしくんとの関係がバレませんように。おぉ、やばい、ひこぼしお前やっちまったな。すごい、やっちまったな。だってちょっと恥ずかしい男は黙ってクールポコ恥ずかしいとか言っちゃダメだよね。そう、クールポコさんたちはね、そのネタを一生懸命やってるのは恥ずかしいとか言っちゃったよ、ごめんなさい。ひこぼしとの関係がバレませんように。だってダメだよ、ひこぼしもやってよお前、浮気でしょこれ。
ダメだよ、もう私が怒る。かわいそう織姫とか言って、織姫も多分ねいるから、このパターンなんちって何ラスト、あ、もうラストだって。ラストいきますよ。沼津の遠藤アット主館中さんからいただきましたよ、ありがとうございます。今のカレピッピよりもっとイケメンなカレピッピと付き合いたい場合、織姫、ほらほら言ったでしょ、ほらね、もう分かるんだよ。そういう流れで来たら絶対もう次は織姫に行くからって私は思ったわけ。あ、ええ、あんの、マジ、え、すごいすごいよ、やばい、イケメンカレピッピが来ますように、マジマジ、すっげえ、めっちゃうまくない、かっこいい、そりゃこんな男やだよな、こっち行くよそりゃもうだ、かわいそう、しかもなんか私の絵よりもっと可愛くなってる、かっこいい男の子、すげえすげえ、かっこいい、それあ、こっちのイケメンカレピッピの方がいいよね、私だったらこっち行くわ、だったらはい、今回なんか面白いね、やっぱちょっとな、お尻系多かったからな今回。いやー、でもなんかこれはね、ちょっとダブルでこうダブル受賞したいな、これはちょっと、DM 兄さんとね、沼津の遠藤ね、これはいいね、沼津の遠藤、うまくね、なにこれ、かっこいい、はい、ということで、どこでした、どこでした、ありました、ということで本日の仕掛けりの最優秀賞はでるる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 るだん、シュカリネームイギタナシさん、イギタナシさん、2回言っちゃった、のプリキュアになりたい、東京都公務員49歳に決定しました。いやもうこれはもうだって嫌でしょ絶対的にいやもうこれでちょっとね、もう一発目からもうこれは強かった、さすがにこれ最初に持ってきちゃダメだったよ、強いもんこれ、だってプリキュアになりたいだってさ絶対さ、ちょっとなんかね、髪とか絶対ちょっと薄めの感じの人が言ってそうな感じじゃん、この感じ、いや違う、私が想像するね感じは、この人はこの人はなんかそういう感じだったんだよ、ちょっと薄めのね人がなんかプリキュアになりたいとか言ってそうだなって思ったから、でもなんかちょっと49歳でプリキュアはちょっと嫌だなって思っちゃった。でもなりたい人もいるからね、まあそれは全然いいと思いますけど、あ、プリキュアね、これこれ、このポーズね、このポーズで皆さんぜひやってください、やってくださいって、まあ別に私プリキュア声優ではないんですけど好きだったよっていう、はい、ということで、次回のあの鹿切りのお題も出した出したと思います。自分で書いて笑っちゃった。次がこちらです。斉藤秀香がこの夏一番楽しみにしてることは、もう絵がどんどん上達するっていうね、すごいよ、万歳してるから。私この万歳書くの得意なんだよ、これはね、なんか書けるんだよね、あとはちょっと書けないんだけど、はい、楽しみにしていることは何かということを大喜利してください。はい、ということで以上シュカギリ、あ、違う、大喜利のあの投稿はですね、ハッシュタグシュカギリでお願いします。以上、シュカギリのコーナーでございました。はい、いけ、始まります。なんか今日ケツネタ多くね。もうお時間が来てしまったということで、本日の初回ごと七夕スペシャルはいかがでしたでしょうか、ということで、七夕ってなんか素敵な日なのに、なんかもうお尻のネタしかもう私はないよ、頭がもうお尻だよ、だってお尻が3つに割れますようにとかさ、なんかプリキュアになりたい49歳とかいるしさ、もう彦星とさ、織姫なんか浮気してるしさ、もう最悪な七夕じゃん、もうこんなもうバカだよ本当に。思い出できましたねって、最悪じゃん、七夕お尻かよ私の思い出
はい、まあということで、あのここで一つまあ、お尻からちょっと一回離れていただいて告知をしたいと思います。ですね、本日解禁になりましたがミニアルバムの靴ひもの楽曲のタイトルがついに発表となりました。ですね、言葉の魔法を、あと1メートル靴ひも、誰よりも弱い人で構わない、リフレクライト、ヒーローになりたかったの、6曲でございますね。ミニアルバムなので、どれも素敵に林圭さんが書いてくださって作曲もしてくださいました。本当に素敵な楽曲になっておりますので皆様楽しみにしていただけたら嬉しいです。ということでね、こちらですね、ジャケット写真の方も公開されまして、完全生産限定版と初回限定版、通常版で全て写真が違うので、皆さんそちらの方も楽しみにしていただけたらいいですね。今ちょっと出てるんです、私の目の前に。そう、それが通常版ですね。通常版が靴ひもを持ったりとか、あ、ここに出てる、こっちかな、こっちか、こっちどっちかに出てます。今通常版が靴ひもを持ったりだったりとか、持ったりだったりとかでして、初回限定版はですね、ちょっとトアップな感じのちょっと攻めたものになっておりますね。ちょっとなんか今までにない表情をこう切り取ろうということで、今回はこちらのジャケット写真になりました。そして続いて完全生産限定版はこちらですね。はい、ドドドドン。これは何なのかというもう見ればわかるんじゃねえかというものになっておりますそれ可愛いんだよ、すごい。私、まあ、見本品みたいなものをなんか見たんですけど、この間、可愛いよこれ、すごいんだよ、本当にめちゃめちゃ可愛いんだよ。皆さん楽しみにしていただけたら よろしいかと思います。はい、ということでね、まあ、全部違うので、なんか全部楽しんでいただけたら本当に嬉しいですね。皆様楽しみに待っていただけたら嬉しいです。最後に七夕プレゼントをもう一度、織姫書家なんだって、これ何撮った方がいい、これですねこれ織姫書家ってツイッターの連携でコメントしていただけたら、世界にたった一つしかない短冊がもらえますので、皆様織姫書家でコメントしてください。今だったらまだ間に合います、まだ間に合うよ。あともう10秒ぐらいで締め切りにしたいと思います。嘘この放送が終わるまでにコメントしていただければ、まだまだ皆さんにチャンスがございますので、皆様ぜひこちらをゲットしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ほとんど私の顔見えてません、こっちよろしくお願いしますよろしくお願いします、もういい、ということでね、番組の感想、斉藤しゅかにやってほしいことや質問、疑問など何でも OK でございます。ハッシュタグしゅかりごと、もしくは斉藤をアンダーバーしゅか @abema.tv までどしどし投稿お願いします。それでは本日はここで公演のままで斉藤しゅかでした。おやすみなさーい。